中条影康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。中条氏21代当主。沼水軍奥山省の鳥坂城主。上杉氏の家臣。陽北州三浦等の一人。永六元年、越後国の戦国大名、長尾氏の旗本、吉江影助の次男として誕生。幼名はシャミ法士丸。幼児より、上杉謙信に仕えた。 天正元年8月、一向一揆のこもる、下越国境の朝日山城攻めの際、血気さかんな14歳の友治は、謙信の政治を無視して、敵の鉄砲隊の前に駆け出して、蜂の巣にされそうになり、慌てた謙信は家臣に命じて連れ戻させた。謙信は友治を、ひとまず監禁し、両親のもとに送り返されることになった。この戦いでは、 同輩の柿崎源蔵が股を打ち抜かれるなど、実際に銃撃による死傷者があり、その対処は適切であったと言える。以上の天末を、吉江景介夫妻に説明して、理解を求めた、謙信の書状が残っている。この時の友次は、吉江刑事から判断すれば、洋北州の中城市との婚姻が予定されていた不死があり、謙信の旗元が、 独立性の強い中条を悲観として取り込むために必要であったと思われ、このような場でむざむざと殺させるわけにはいかなかったものと考えられる。相模国、平成三浦氏、和田氏の流れを組む越後国人、中条氏では当時中条かあげが死去したが、男子がいなかったため川田氏から死死を迎えていた。しかし片親は家臣団と対立して中条家を去ったため、 天正2年、影助の娘、敏子をめとって、中城市の家督を相続し、以後、中城影康と名乗った。中城市の居城、鳥坂城には、在番せず、過労の築地助という城代にあて、自身は、謙信の川近くに常駐した。天正3年の、上杉家軍役長によると140人の軍役を、課せられており、赤字は、国衆碑等となっている。 天正五年の家臣目録、上杉家栄中明自陣では、柿崎春家、本城秀津ならと並んで、側近、故障の一員として記されている。天正六年の献身休止後、勃発した家督争い、お立ての乱で継承型につき、引き続き側近として、活動を続けた。お立て攻撃の最中の天正七年二月十四日付、高野山成城新人宛添井上では、 この乱を、影安は、東国作乱の義と表している。その後、和議の動きもあったが、何者かによって妨害され、頓挫する。上杉影虎は、自陣に及び、大勢が決した後も抵抗を続けていた、本城秀綱のこもる土地お城を攻め落とし、天正8年4月22日に、乱は終結した。これらの功により、戦後、影安は、秀綱の医療などから数を受けている。 天正九年、祖父にあたる吉江宗信から、越中国方面で功を挙げたら、隠居分として得た、神保志郎座右衛門の医療のうち五百票分を分け与える、宗の奨励を受ける。川田長近の死後、越中先生に送られ、実父、影スケラとお出しの構成を防いだが、天正十年六月三日、魚津城落城の時に自害した。本能寺の変の翌日のことである。 ウオズ在城州12名連署上では一番前に署名している。去年25。合戦に明け暮れ、中城市の名跡を継いでから戦死するまで一度も、本拠地中城に入ることはなかったという。ありがとうございます。